久屋台通駅は愛知県名古屋市中区近三丁目にある名古屋市営地下鉄の駅である。名城線と桜通線が乗り入れる。名城線には M06、桜通線には S05 の駅番号が付与されている。整備計画、建設工事段階では地上にあった市電の電停と同じ東桜という仮称で呼ばれていた。地下駅。名城線は 相対式ホーム2面2線、桜通線は、島式ホーム1面2線となっていて、桜通線、名城線とも、稼働式ホーム柵が設置されている。アクセントカラーは、桜通線が赤紫、名城線が紫。名城線の隣の境駅との間は400メートル弱しか離れておらず、名古屋市営地下鉄では、最短区間。桜通線は、 ホームの幅が通常より2倍あるので、かなり広々としている。名城線と桜通線の相互塗り替えは、エスカレーター1本でダイレクトに行くことができるので、容易かつ短時間で行える。駅開業時には、セントラルパーク地下街が、すでに建設されていたため、コンコースなどは、その一部を改修して新設された。そのため名城線に近い方ので入り口は、 セントラルパーク地下街と共用になっている。開業時に新設された4箇所の出入り口はいずれも桜通り大津交差点角にある。名城線プラットホーム南端に設けられた非常口はセントラルパーク地下街の階段につながっており、セントラルパーク地下街側から見ると、下り階段の踊り場壁面に立ち入り禁止の看板が掲示されている。ホーム地下街の通路は通常は閉鎖されているが、 地下街から、上り階段を使用して地上に出ることは通常時でも、可能。桜通線ホームの上を、名城線に並行して、名鉄瀬戸線が通っているが、栄町駅に近いため、駅は設けられていない。改札街のエレベーターは北改札側と、南改札口を出た先のセントラルパーク地下街、セントラルパークアネックス、アーバンネット、名古屋ビルにある。 南改札側の各エレベーターは早朝深夜は利用できない。桜通線ホームに最も近い改札口である西改札口にエレベーターはない。西改札口近くに車椅子対応トイレが設置されているが、地上側、ホーム側ともにエレベーターが設置されていないため、車椅子ではアクセスができない。車椅子対応トイレは北改札口近くにも設置されている。 こちらは、名城線ホームからエレベーターでのアクセスが可能。桜通線ホームに、2017年7月18日より、ローソン名古屋地下鉄久屋大洲駅店が設置されている。なお、名城線境方面ホームには、サークル警備に名古屋名城久屋店があったが、契約満了のため2017年3月2日に、閉店した。当駅は、桜通線駅。 勤務むく今池管区駅が管轄している。桜通線の駅の中では、名古屋駅の次に利用客が多く、名城線の駅では、栄駅、金山駅、山町駅に次4番目に多い。名古屋市営地下鉄前駅では87駅中9位。乗り換え人員は含まない。中高層事務所ビルが隣立する、高度商業地区。栄エリアの北部に位置する。栄駅。 ヤバ町駅周辺と比較すると、ショッピング施設は少なめで、ビジネス街の色が強い。地下鉄坂井駅や名鉄坂井町駅へは徒歩7分程度。南改札口からセントラルパーク地下街を通って、各駅の改札口までほぼ段差なしでつながっている。最寄り停留所は桜2と、 大津通の交差点付近にある桜通り大津と、大津通と魚の棚通りの交差点付近にある、大津通りである。以下の路線がそれぞれ乗り入れ、名古屋市交通局、名鉄バスにより運行されている。セントラルパークと栄地下街がつながっているので、地下道を通って、栄駅まで徒歩で行くことも可能である。交通広告メディアガイド2021年版、名古屋市交通局。 2021年4月4日閲覧。久谷大津駅構内図、高畑駅はじめ8駅に、ローソンがオープン。名古屋市交通局。2017年7月23日閲覧。名古屋市営地下鉄内に、新たな駅中コンビニが誕生7月18日に、ローソン8店舗オープン。ローソン。2017年7月23日閲覧。閉店のお知らせ。 株式会社 BESS。2017年4月20日閲覧。国土交通省土地、建設産業局。主要都市の高度利用地地下動向報告平成27年、第一四半期土地、総合情報ライブラリー国土交通省。http、土地、円レット GOJPWP、コンテント、アップローズ、2015、06。 189E641CF813F5A00A2E789C884385411PDF ありがとうございます。